それでは鎌田さん、よろしくお願いいたします。今紹介いただきました鎌田です。今日はですね、先ほど紹介していただいたこの JSON ハブ、JSON ワードプレスというタイトルでお話しさせていただこうと思います。このスライドの URL なんですけども、こちらに QR コードとかあります。 URL もあります。後ほどシェアもされるかなと思いますので、手元でご覧になりたい方はスキャンしていただいたりしてください。じゃあちょっと進めていきます。今日のトピックは GIS というものです。皆さん GIS という言葉聞いたことありますか？もし知っている方がいたら、ありがとうございます。 GIS なんですけども、ジオグラフィックインフォメーションシステム、地理情報システムみたいな分野、訳されることが多いですが、それの、省略形になります。で、地理情報をですね、管理したり可視化したり、あるいはですね、さまざまな数理的な分析をしたりするシステムのことを GIS というふうによく呼んだりします。で、有名な GIS のソフトウェアなんですけども、 QGIS とかですね、 ArcGIS というものがあります。 QGIS はですね、オープンソースプロジェクトで開発が進められているもので、 ArcGIS はですね、プロプライエタリーな S3 という会社が作っている GIS になります。で、これらはデスクトップ型のインストール型の GIS ですね、Mac とか Windows にインストールして、いろんな地理情報を扱ったりするようなソフトウェアになります。で、何か一見難しそうな部分があるんですけれども、ざっくり言ってしまうとですね、位置情報を扱うようなソリューションっていうのはですね、それはもうそれで一種の GIS なのかなというふうに私は思っています。で、このセッションの、トピックなんですけれども、オープンソースのライブラリーにたくさん便利なものがあります。それらを使ってパブリッシングプラットフォームであるワードプレスでですね、位置情報を手軽に扱ってみよう、それをジオマッピシングというふうに名前を付けてみました。そういった話になります。最初に地図の話をちょっとしてから、具体的にどういうふうにワードプレスとインテグレーションしていくのかみたいなことをですね、ごくごく基本的な部分なんですけども、お話ししようかなと思ってます。ということで、自己紹介なんですが、私の名前は鎌田と言います。滋賀県の米原市に住んでます。その琵琶湖の北の方におります。で、ワードプレスと私の関わりなんですが、ミートアップの関西の中で、滋賀でですね、ちょっと勉強会的な感じでやってます。まだ2回しかやってないんですけども、これから何回か、何回かというか定期的にやっていこうと思ってますので、ぜひお近くの方、もし遠い方でも全然ウェルカムなんで来ていただけると嬉しいです。で、それからですね、タロスカイという会社でですね、ワードプレス関連のことをですね、インフラとか、あるいはアプリ総合も、触ったりしますけれども、しております。で、それからワードプレスのマーケットプレイスクノイチというものにも関わっています。テーマとかプラグインをですね、皆さんが、販売してマネタイズしていただいたりするようなプラットフォームになります。で、それから地理情報と私の関わりなんですが、私は前職は環境省を務めまして、国立公園のエンジャーをしておりました。自然を守る職をしてました。で、国立公園っていうのは自然景観がですね、保護された区域なんですけども、そういったところのですね、位置情報管理とか、あるいは希少野生生物なんかの保全関係の仕事をしていました。で、特にですね、こう野生生物の管理なんかではですね、位置情報の管理とても大事なものなので、GIS のですね、オペレーション、先ほど紹介したデスクトップ型のですね、アプリとかを触ったりしておりました。あと、趣味でですね、アウトドアが好きなので、昔から地図読んだりするのは親しみがある感じです。で、それから、他の地図関係なんですけども、立命館大学で非常勤講師をしています。ICT 教育とかウェブ技術を活用したですね、地図研究なんかに携わっています。例えばですね、これ立命館大学の地図コレクションなんですけども、京都の古い地図とかがいっぱい集められていたりしまして、特にちょっと触っているのはこのマップワーファーというアプリなんですけども、これはですね、地図の上に地図を重ねて、それから緯度経度をですね、合わせることでですね、その透過してみて、古い地図と今とで土地利用がどう変わったかとか、そういったことをですね、研究するための基盤みたいなものをですね、作ったりしております。で、それからこちらがメインで今携わっているものになります。株式会社ジョロニアというところでデベロッパー開発者をしております。
で地図に関するサービス開発ですねをやってます。ウェブサイトとかアプリにですね埋め込んで使うことを想定した地図専用のホスティングサービスをしてます。まあ、アプリと連携するような WebGIS 機能、その地図地理情報をですね上手に扱うサービスだとか、それから地図そのものを提供したりしております。こういう4人のメンバーでやってます。ということでですね、ちょっと最初にウェブ地図の話をしたいと思います。まあ、ウェブ地図とそれからタイルというものが後で出てくるんですけども、それについてお話ししようと思います。ですね、まあ、ウェブで地図を配信するということなんですけども、まあ、皆さんよく Google マップとかお使いになると思いますが、その地図をですね配信するにあたってはですね、それは膨大な量のデータとの戦いなんですね。まあ、言い換えるとトラフィックをどう裁くかというか、どうトラフィックを抑えるかだとか、そういうトピックの話になってきます。で、例えばオープンストリートマップ、皆さんオープンストリートマップってご存知ですか？知ってるって？ありがとうございます。オープンストリートマップ、また後ほどもちょっと出てくるんですけども、コミュニティでみんなで作ってる地図なんですね。ライセンス表記さえしっかりしていただければ誰でも使える自由な地図になります。コミュニティベースでですね地図が作られているという、そういう一種のコミュニティなんですけども、まあ、そこの、地図、まあレティストウィークリープラネットっていうなんかリンクがついてますけど、これはですね、まあ、地球全部のデータがですね圧縮された状態で、これいつ撮ったのかな、多分1週間か2週間前くらいにスクリーンショットを撮ったんですけども、その時点でですね 48GB のデータがあるという、まあ、ものすごい量のデータがあるわけなんですけども、それをどうさばくかというのが地図を配信する上ですごい大事になってくるわけです。で、まあ、48GB 一気に全部ダウンロードするわけにはいかないので、皆さんがですねウェブから地図を使うときにはですね、必要な分だけ必要な場所のデータを取得したりする必要があるわけです。で、それを支える技術がですねタイルと呼ばれるものになります。で、まあ、ごく簡単に言うとですね、タイルはですね分割された画像を配信する技術になります。そのタイル地図というものは地図をですねタイル上に分割してそれを配信するという技術になります。で、まあ、規格もですねいろいろあるんですが、よく使われているのはですね256ピクセル四方のラスタ画像ですね。まあ、BMP でも JPEG でも PNG でもいいんですけれども、そういったものを使うことが多いです。例えばですね、これはZoom1、ちょっと Zoom1 についてはまた後で説明しますけれども、 Zoom1 という地図ではですね、世界を4等分してですね、それぞれ256ピクセルの4枚の画像に分割するというようなことがされます。汚れちゃった。で、ですね、で、地球全体をですね収めた画像をですねズーム値を0として、ズーム値が1増えることにですねタイルを4等分するということを要求になります。つまりですね、ズーム値0ではタイルが1枚、ズーム値1では4等分して4枚、2では4の2乗で16枚で、次が64枚と、そういうふうにですねどんどん倍々で分割していきます。こんな感じでですね画像をたくさん作って、それを必要な部分だけ配信するということをするわけですね。で、まあ、ズームゼロでですね、例えば世界中の道路を描いてしまったりすると、まあ、地図が真っ黒になってしまって地図として使えなくなってしまうので、まあ、タイルを作るときはですね、その情報の取捨選択というのが大事なのかなというふうな感じです。例えばですね、まあ、なんか地図がちょっと書き込みすぎかなと思ったらですね、狭い道路については大きなズームだけで表示するようにして、まあ、高速道路はですね主要な道路になるので、小さいズームからちゃんと絵に描いておこうかなみたいな取捨選択がされて、タイルが作られるわけです。で、ズーム値がですね、まあ、ズーム値を Z としたときですね、タイルの数はですね2の 2Z 乗になります。で、例えばズーム18という値を取ったとき、これは、梅田の駅前かなをちょっとスクリーンショット撮ったものなんですけれども、その時のですねタイルの総数はですね全世界で、171億まああります。ファイル数が171億ファイルあるわけですね。まあ、これだけでもすごい膨大なんですけども、まあ、実はZoom18 だけではなくて、もちろん0からですね0、1、2、3とあるので、総数はですね2の0乗足す2の2乗足す点で点2の36乗になるわけです。で、これどのくらいになるかなって計算するとですね、全部足すとポリスレスの公式からですね916億ファイル存在することになります。
で、まあ、ここから先は、まあ、ちょっと、なんと言いますか、まあ、雑談的な、お遊び的な考えの話なんですけども、例えばですね、仮に、タイル1枚がですね、1600万色の、ただのビットマップファイル、ビットマップ形式のファイルだった時なんですけれども、その時の、サイズがですね、916×2×2×3バイトなので、1.80×10-16乗、0が16個つくわけなんですけども、これ、16ペタバイトになります。で、AWS のですね、S3 ストレージの東京リージョンに全部突っ込んだと仮定するとですね、月当たり411万円だったんだろうと、どれだけ膨大な量なのかなというのを、考えてみたという話になります。まあ、ただ、BMP 形式はデカすぎるんで、適宜ですね、JPEG とか PNG で皆さん画像を保存すると思うので、まあ、さすがにこんなサイズにはならないかなという感じですね。まあ、あと、世界の、7割は海なので、まあ、海の画像って、基本的に単一色なんで、かなりサイズも軽いかなという感じなので、まあ、100分の1くらいにはなるんじゃないですかね。ちょっとちゃんと計算したことないですけども。こんな感じのデータ量になります。で、あと、サーバーとか触ってる方にはこういうトピックの方がちょっと面白いかなと思って、計算してみたんですけれども、S3 の堅牢性、11.9 ですかね、99.99% で9が11個ついてるんですけども、まあ、めっちゃ堅牢っていうイメージで、データなんて失われないんじゃないのっていうイメージなんですけども、仮にですね、916億個のバイトをですね、S3 に保存したときにですね、AWS の SLA の値を信じるとですね、年あたり約1個、0.916 個のファイル画像が失われるっていうことになるわけですね。まあ、S3 のその堅牢性でもですね、全部のファイルを完全に保存することができないというふうに、いうような感じです。まあ、はい。まあ、それだけ膨大な量になるという感じですね。で、ちなみに、Zoom 18で終わりではなくてですね、19、20とどんどん増やしていけば、さらに4倍、4倍で増えていくので、これ以上どんどんコストがかかっていくと。そういう感じになります。で、ちょっと話を戻すとですね、まあ、必要な、Zoom のタイルだけを配信して、地図を表示するということをしたいわけですね。で、例えば、Zoom 3でですね、世界を、64個かな。64個ですね、に分割してですね、例えば日本周辺の地図だけを表示したいというふうになったらですね、まあ、この辺のいくつか若干数の対応をですね、取ってきたら OK なわけです。まあ、こうすることで、世界全部のですね、画像を取得しなくても、少ないトラフィックで地図を表示できる。まあ、それがタイルで配信するという技術になります。で、実際にですね、具体的なタイルもぜひぜひご覧になっていただきたいんですけども、これはですね、オープンストリートマップの、タイルをですね、ちょっと、デモンストレーション用にダウンロードしてきたものになります。で、タイルのですね、特定の仕方なんですけれども、ズームの値と、それから X 方向、まあ、経度方向のですね、番号、Y 方向、緯度方向の番号っていう3つのインデックスでですね、タイルが特定できるような感じになります。で、例えばオープンストリートマップの時はですね、これらのタイル画像にはですね、まあ、こんな感じの URL でアクセスできるようになっています。まあ、これかなり標準的なテンプレートです。まあ、こんな感じでですね、実際にサーバーにデータが保存されてたり、あるいは動的に生成したりしてもいいんですけれども、画像が保存されているっていうのが静的なタイルをホスティングするという状態になります。ところで、これ今までラスタタイルの話をしてたんですね。画像 PNG 形式とか、あるいはですね、JPEG でもいいんですけども、そういった感じで保存されてるんですよ、みたいな体で話していたんですけども、デザインされてる方とかですね、ラスターっていう言葉があると、それならベクトルタイルもあるんじゃないの、ベクター形式のベクトルタイルもあるんじゃないのっていうふうに、きっと思われると思うんですが、あるんですね。ベクトルタイルもあります。で、ベクトルタイルはですね、画像がそのまま入ってるわけではなく、例えば建物とか道路の緯度経度とか、あるいは輪郭線ですね、そういったものをですね、機械ハンドル可能な状態で格納しているものになります。まあ、ベクトル形式ですね。そういうデータ形式もあります。で、そういう情報をですね、みんなタイルの中に持っているので、フロントエンド側の技術でですね、地図の見た目を自由に変更することができるんですね。例えるならばですね、CSS を書くような、CSS を書くような感じで地図の見た目を変更することができるわけです。
まあ、例えばですね、建物の立体データとかがですね、ベクトルタイルに入っていれば 3D での表示とかも簡単にできるわけですね。で、特徴としてはですね、ラスタタイルと比べてですね、軽くなることが多いです。まあ、一概には言えないんですけれども、なのでですね、まあ、トラフィックをより抑えられたりすることが、ベクトルタイルを使うメリットになります。で、実際にですね、こんな感じで、まあ、左の方は建物の立体表示しているもので、右の方はですね、それを抑えている感じになります。こういうふうにですね、これ同じタイルのデータを使っているんですけれども、フロント側でですね、ちょっと JavaScript を書いてあげたら、こういうふうに地図の見た目を制御したりすることができるわけです。ということで、ここから先は地図をですね、地図タイルをですね、表示する具体的な方法についてお話ししていこうと思います。ですね、地図を表示する簡単な方法なんですけども、まあ、いろんなライブラリがあるんですけれども、手順としてはほとんど一緒です。ライブラリのスクリプトを読み込んで、それからですね、どの地図タイルを使うのかという URL を使って指定します。で、最後にですね、 JavaScript とかでですね、地図の読み込み方を指定する、まあ、どういうふうに表示するかというのを指定するだけで地図を表示することができます。で、まずライブラリについて、地図を表示する JavaScript のライブラリいっぱいありまして、まあ、有名なのはリフレットとかですかね。これ NPM とかでですね、簡単にインストールできますし、 GitHub にも公開されているのでダウンロードして使っていただいたりすることもできるでしょう。それからですね、BoxGLJS というのがあります。これはベクトルタイルに対応したライブラリになります。で、それから弊社で作っているジオロニアのエンベッド API というのもありますね。こちらはですね、BoxGLJS のラッパーで、より便利にですね、地図を表示したりするような機能を入れてます。で、それからライブラリの次は、どの地図を表示するかという話になると思うんですが、例えばですね、国土地理の地理タイルっていうのがあります。電子国土基本図とかですね、他にもいろんな種類のタイルをですね、国土地理が用意してます。で、ここにですね、該当のサイトを見てもらうと分かると思うんですけども、URL っていう形でですね、このタイルの URL のエンドポイントを公開してくれてます。で、これごくごく簡単なですね、手続き踏めば使えるものになります。で、現にですね、地理地図使っていろんなマッシュアップしたアプリとかがですね、ウェブ上でたくさん見ることができます。で、それからですね、選択肢としてはオープンストリートマップのタイルっていうのもありますね。まあ、オープンストリートマップも同じフォーマットで配信されているラスタタイルなので、リーフレットとかですね、まあ、BoxGLJS で読み込んだりすることができます。まあ、ただ、ちょっとこちらで注意していただきたいのはですね、オープンストリートマップのタイルには利用規約があるんですね。で、そこに書いてあるのがここで下で引用している文なんですけれども、オープンストリートマップのデータは誰でも自由に使えます、我々の待機サーバーは違いますというふうに言ってるわけです。これ何かというと、もうデータそのものは自由なライセンスがついているものなんですけれども、そのデータをホストしているですね、タイルサーバーはですね、まあ、彼らがさまざまな方法でスポンサーを得たりして運用しているもの、実際にコストがかかっているものなので、それをですね、乱用したらダメですよというようなことがされて、言われております。まあ、商用利用したりですね、まあ、あるいはですね、ガーッと全てのタイルをクロールしてダウンロードしてくるとか、そういったヘビーユースはやめてねというふうに言ってあります。なので、まあ、オープンストリートマップのタイルを使うときはですね、所定の方法でダウンロードしてセルフホスト、自分でホストしたりとか、あるいはですね、まあ、他の代替のタイルホスティングサービス、探すと結構あるんですね、商用のサービスがあるので、そういったものを利用する必要があります。で、それから別の選択肢としてはですね、弊社ジオロニアのタイルなんかもあります。BoxGLJS とかですね、あとは弊社の専用の API とかで読み込むことができるタイルをですね、現在ホストしております。で、ここから先WordPress でどうやってインテグレーションしていくかみたいな話をですね、しようと思います。ちょっとプラグインをですね、2個概念実装というか例として紹介できるものを2つ用意してきました。1つ目がですね、BoxGLJS っていうライブラリを使ってですね、ベクトルタイルをですね、表示する方法をですね、紹介します。で、プラグインとして実装します。で、ここに GitHub の URL なんですけども、
アップロードしてあるので、もし興味のある方はご覧ください。まず、MapBoxGLJS なんですけれども、これはですね、MapBox っていう会社がですね、作っているオープンソースの、ベクトルタイプを表示するための地図ライブラリになります。いろんな機能があるんですね。で、これのですね、ロード方法なんですけども、もうエンキューするだけですね、ワードプレスのスクリプトとしてエンキューするだけです。ちょっと横着して、CDN を使うのを前提としたコードを書いてきましたけれども、もちろんご自身でですね、NPM とか使ってダウンロードしてもらって大丈夫です。そのスクリプトと、それから見た目の表示に、見た目を整えるために必要な CSS をですね、エンキューしてあげるだけです。で、Fox のですね、スクリプトとスタイルエンキューした後は、あとはですね、地図を表示するスクリプトをポンと置いてあげたら OK です。ですね、MapBoxGL.map っていうですね、クラスがいますので、これをですね、例えば map っていう ID 持った要素に対して、これこういうスタイルで表示するっていうのをですね、1行というか1ステートメントですかね、メソッドを呼んであげる、メソッドじゃないや、コンストラクターをですね、呼んであげるだけになります。で、地図の見た目を制御するですね、スタイル JSON っていうのがあってですね、これが例えるならば CSS みたいなものです。これはこの MapBoxGLJS のですね、ドキュメントにですね、いろいろ記載の方法が、記述の方法が書いてあるので、興味のある方、ご覧になっていただけたらと思うんですが、例えば、この例ですとですね、GitHub にアップロードしてある、こういったですね、見た目を定義するための JSON をですね、URL を示して読み込んでいるだけになります。この辺ちょっと独特の記法があるんですけども、それさえ書いたら好きなように見た目を制御できると、そんな感じになります。例えばこれですけど、ランドカバーグレイシャーってありますね。これはあれですね、大陸氷床かな。氷河の色とか見た目を定義している部分になりますね。でこういうのがガーッとあります。なので、こういうのは、ライセンスが大丈夫なものなんかをダウンロードしてきて自分で、カスタマイズしたりだとか、あるいはですね専用のエディターとかもあるので、そういうので作ったりすることが可能です。で、あとはですねこっちで地図を表示するスクリプトを作ったんですけれども、そいつをワードプレスに延期してあげれば地図が表示されると、そんな感じになります。ごめんなさい、これが地図は表示できないですね。これを延期した上で、あとは最後にコンテンツを作ったら OK です。今回はこの ID イコールマップっていうですね、 ID 持ってる要素に地図を書くよっていうスクリプトを作ったんで、あとはもうコンテンツとしてワードプレスに入稿してあげたら、地図が表示されると、こんな感じでですね、地図をワードプレス上に表示することができるという例になります。で、あとはですね、今流行りというか、ブロックエディターでもですね、地図を扱ったりすることができるんで、その実装例なんかも紹介しようかなと思います。こっちの例ではですね、MapBoxGLJS とですね、互換性があるジェロニアのエンベッド API を使ってですね、ベクトルタイプを表示する方法をですね、ご紹介しようかなと思います。で、グテンベルグエディターのですね、ブロックとして今回は実装します。ここで何するかというと、地図をロードして、かつ、インターネット上からですね、地物を読み込んで表示する方法について紹介しようと思います。で、まず、ジェロニアのエンベッド API なんですけども、こちらはですね、ライセンスが MIT かな、で公開されている HTML だけの記述で地図を表示することができる、独自の JavaScript API になります。この API をですね、実際にダウンロードしてきてもらってもいいですし、あるいは弊社の CDN とかからですね、読み込んでいただくと、HTML をですね、タップだけで地図を表示できるよっていう、そういうタグの、JavaScript API になります。で、それからさっき出てきた地物という言葉について紹介しようと思います。で、地物なんですけども、地物、これ結構この GIS 界隈で独特の言葉なんですが、要は物ですね。地球上に存在するありとあらゆるもののことをですね、地物というふうに呼びます。で、GIS の文脈ではですね、点、ライン、ポリゴン、この3つを使うことが多いです。点はですね、この例だとここに木があるよみたいな点データ
ここの、この緯度経度にこの木があるよみたいな点データ。で、ラインはですね、例えば道路とか線路みたいな、まあ、要は線ですね、線のデータ。で、最後にポリゴンというのが建物の敷地とか区域。まあ、例えば田んぼのエリアとか、まあ、その農業関係の地域のエリアとか、そういったものをですね、エリアでくくられた部分のことをポリゴンというふうに呼んだりすることがあります。で、こういうものをですね、地図に表示したいっていう、重要は結構あるかなと思うんですよね。まあ、例えば不動産のサイトを作っているときなんかに、ご自身の会社というか、その不動産の会社さんが、そのご自身で扱っていらっしゃる物件をわーっと地図上に点で表示したいだとか、あるいは、そうですね、まあ、行政さんだとですね、まあ、こういった区域の管理のこともですね、したいようなことがあるかなと思います。まあ、そういう地物をですね、表示する方法についてちょっと説明しようと思います。で、地物なんですけども、実はですね、標準的なデータ交換フォーマットがあってですね、ジオ JSON ってやつをよく使うんですね。で、これ名前の通りですね、JSON 形式のものになります。ジオは地、地っていう意味の接頭辞ですけども、まあ、そのジオ JSON というものがあります。フォーマットもですね、決められたプロパティを持っている JSON というだけになります。プロパティというのがあって、その中に好きなようにですね、キーバリューで値を入れられたりして、例えばタイトルが、大阪工業大学のキャンパスでデスクリプションみたいなものも定義したりすることができます。で、それからですね、ジオメトリーというフィールドを持っててですね、ここにですね、タイプポイント、これは点データですよみたいな情報を与えて、コーディネート、座標が、この経度 136.144、緯度 35.423 ですよみたいなふうに与えるとですね、点データを表現したりすることができます。で、今回はですね、そのウェブの地図、まあ、マッシュアップみたいな感じでですね、GitHub 上でホストしているですね、GeoJSON を直接読み込んだりするような例をですね、ご紹介しようかなと思います。ちょっと例として、私がよく使い回しているものに、このもので、ここではですね、琵琶湖のですね、島5個あるんですけど、それをですね、ジオ JSON 形式で GitHub 上にホストしたりしてます。これを読み込んでみようと思います。ちょっと今回はですね、ブロックを作るので、まあ、ブロック開発入門というか、ざっと流れも合わせて説明しようと思うんですけども、ブロックではですね、Reactの、JSX 構文ってやつを使うんですよね。で、ちょっと、そのブラウザがネイティブで読める JavaScript じゃないので、そういったものを変換するいろんなライブラリが必要になります。で、バベルっていうですね、トランスパイア。これはグテンベルグ関連のツールでも魔法の依存関係としてですね、いっぱい入ってるものなんですけども、そのバベルのですね、ライブラリを直接使おうかなと思ってます。で、バベルコアとバベル CLI ですね。この辺、バベルを実行するためのツールを入れて、で、最後にですね、リアクトの JSX 構文を変換するバベルプラグイントランスフォームリアクト JSX っていう、ライブラリがあるんですけれども、それをですね、NPM インストールでサクッとインストールしてあげて、それからバベルの設定としてですね、バベル RC っていう設定ファイルがあるので、そこにこのプラグインを使うよっていう感じで、プラグインズ、バベルトランスフォームリアクト JSX っていうふうに書いてあげるとですね、JSX で書いた JavaScript をブラウザが読める形のですね、JavaScript に変換してくれるっていうことができます。まあ、これ、まあ、この感じでごくシンプルに開発環境を作ったりします。で、それから今度は PHP ですね。ジオロニアのですね、エンベッド API を今回使って、地図を表示するので、まあ、それからのブロックを定義するスクリプトをロードする部分をちょっと書いておいてあげます。まあ、MQ スクリプトでですね、そのブロックの JavaScript を読み込んで、で、それからですね、あと、まあ、ちょっとどこに、好きなように入れてもらったらいいと思うんですけど、とりあえず WP フッターでですね、ジェロニアのスクリプトをですね、お尻の方に入れたりしました。で、この感じで必要なスクリプトを読み込むようにしつつ、ブロックエディターのですね、ブロックエディターのブロックを定義するスクリプトなんかも書いてあげます。ブロックを定義するのは、レジスターブロックタイプっていうですね、関数がですね、window.wp.blocks に入ってますので、まあ、そこをですね、ドキュメントに従ってですね、名前とかも決めてあげて、定義してあげます。
で、この中にですね、アトリビューツっていう、ね、プロパティがあるんですけども、これはですね、その、なんて言いますか、値を扱うためのですね、プロパティですね。今回はですね、その、地図のスタイルと、それから JSON の URL をですね、保存したいので、まあ、その2つをですね、ストリング型、文字列型として最初に定義しておいてあげます。でそれから、ブロックエディターの肝になるのが、エディットとセーブっていう2つの、コンポーネントになります。こいつをですね、この次に定義します。で、ブロックエディターとのセーブとエディットに関する私の理解なんですけども、ブロックエディターでですね、いろいろ表示したりするためには、まずアドミンのインターフェースがいりますよね。で、それからですね、そのアドミンで書いた内容がどういうふうに HTML として Web ビューで出現するかというその2つになります。これらをですね、相互に変換してくれるのがセーブとエディットという2つのコンポーネントになります。で、まあ、セーブで作った HTML はですね、簡略変換が可能でですね、アドミンの方のインターフェースで再度、その入力画面をですね、再現することができると。そんな感じの仕組みになっていると私は理解しております。で、さっき書いた、ちょっとスライドの順番がおかしいか。すみません、先にこっち話します。エディットの方ですね。エディットはですね、アドミンの画面で表示する部分です。今回はですね、インプットを使ってスタイルと JSON の URL をですね、書けるようにするというごくごく簡単な、ブロックにしたいので、インプットタグをですね、書いてあげます。インプットにですね、スタイルの URL を保存して表示することができるような感じのリアクトの、JSX を書いてあげます。で、そうするとこんな感じでですね、スタイルの URL ここに入れてね、JSX の URL をここに入れてね、みたいな感じでですね、ブロックをレンダリングできるわけです。もっと、凝った風にしたいんでしたら、ここに地図も表示したりとかですね、いろいろ頑張るとできます。で、それから今度は Web View の方の表示ですね。まあ、セーブした時にどういう HTML でデータベースにそのブロックの入力内容が保存されるかというのを定義するところなんですけども、ここに先ほどのですね、ジェロニアのエンベッド API の独自記法で書いてあげるとですね、その内容が Web View の方に表示されるようになります。で、このエンベッド API の記法なんですけども、この HTML だけでですね、地図を表示できるというのが特徴的で、ですね、クラスにですね、ジェロニアっていうクラスをですね、入れてあげるとですね、エンベッド API を動作するキーになってます。で、このジェロニアっていうクラスがついた要素を探して、勝手に地図を書くっていうのがエンベッド API の駆動になります。で、その他にですね、スタイルとして、スタイル JSON の URL を入れてあげると。で、それから、ジオ JSON として、ジオ JSON の URL を入れてあげるようにするとですね、それぞれ値が設定されるようになります。ジオ JSON というか、キーがデータ、ジオ JSON、データ、スタイルですね、データ属性を使ってます。で、それから最後に、ジェロニアの API キーをですね、データキーっていう感じで入れてあげると、地図が表示されるようになります。で、こんな感じでですね、HTML がレンダリングされて、まあ、地図と地物が表示されるようになるわけですね。で、ちょっと前後しますけども、こんな感じで JSX でですね、書いた、リアクトのそのコンポーネントなんですけども、書いた後にですね、先ほどインストールしたバベルを使ってですね、トランスパイルすると、.jsx ってものを .js に変換してあげるとですね、ブラウザで読めるようになると。そういう仕組みになっています。この、jsx はこういうふうにですね、HTML と JavaScript が混じったような感じで、要は HTML のテンプレートを書くようなコードになります。こんな感じでですね、WordPress でもですね、その専用のライブラリとかをですね、使うと簡単にですね、地図を表示されることができますよというですね、プラグの2つの実装例を示してご紹介しました。ということでですね、ハピージオパブリッシングということでですね、ぜひ皆さんもですね、簡単に地図を表示することができますので、ぜひ試してみてください。ということで、以上です。この時間にもいますので、ぜひ声をかけてください。ありがとうございます。鎌田さんにもう一度拍手をお願いいたします。まだ少々お時間ございますので、よろしければ質疑応答に移らせていただきます。すごい大事なことなんですけど、
ベクタータイルっていうのを使うと、ベクタータイルを使うと、あの、Google マップとか Apple マップで回転させられるじゃないですか。ああいうことができる。あれはベクタータイルと関係がない。関係してます。例えばですね、ラスタタイルですと、どれがいいかな。あ、これがいいですかね。ラスタタイルですと、これはもう PNG 画像なわけなんですね。で、回転させたときにラベルも一緒に回転しちゃうんですね。でも、ベクトルタイルのときは、このラベルは文字データとして持っているので、文字のテキストデータとして持っているので、この回転に合わせて、回転させないというか、元の位置に保たせるということが可能です。はい。ありがとうございます。ジオラニアの CSS のタグ付け、CSS のプラス付けたら置換するってなってたと思うんですけど、あれ流れとしては一回 DOM がレンダーされて、その後 JS でオーバーライドするイメージ。ですね、流れとしては一瞬なんだろう、空の DIV タグが出てくる。詳しく説明すると、ウェブの表示をブロックするものとして見えてない画面の外側見えてない部分で地図が表示されちゃうっていうのはちょっと嫌ですよね。余計にトラフィックもかかりますし、なので流れとしてはインターセクションオブザーバーっていうことになるんですか。ワーカーとかですか。いや、メソッドですね、 window.intersectionobserver っていうのがあってますね。その要素が画面に入った時に発火するコールバックみたいなのを定義できるんですよ。でそれを使って地図が表示されるべき状態になったというのを検知したときに、その要素が、もう前に一つステップありますよ。最初にこのジェロニアっていうクラスを持ってる要素を取得しておいて、で表示されるべき状態になったときに、そのインターセクションオブザーバーを使って表示される状態っていうのが検出できたときに地図を表示するという流れになります。イメージとしては画像マネージーロードみたいな。あ、そうです。はい。で出るってことです。はい。で、そうです。例えば仮に使おうとしたら、そこのスタイルでタグついてるみたいな感じで、なんかプレイスホルダーというか、場所だけ予約で、灰色の入ってるので、作っておくと、UI として、あんまり違和感なく作れるかもしれないみたいな。はい、その通りですね。ありがとうございます。この方、よろしいでしょうか。すごい質問です。実はですね、ベクトルタイルの地図をですね表示させてみると、めちゃブーンって言います。負荷がすごいもあります。負荷はすごい高いです。はい、WebGL を使ってレンダリングしてるんですけども、そうですね、計算力すごいあるっぽいです。ただ最近性能がすごい上がってきてるんで、それでベクトルタイルでも、使えるようになってきたというような背景があります。そうですね、どれだけ書き込むかに次第なんですけど、はい、スマートフォンでも全然動きますので、はい、ちゃんと抑えれば無駄な処理させていければ、ね、他の方よろしいでしょうか。それでは、この後もし質問等がございましたら、こちらにそちらで伺っていただけたらと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。